ずかしいね、これ。そうだね。いや、あゆみちゃんは何着ても可愛いって。次やろ、次。王様だーれだ。はい。また東條さん俺は運がいいんだよ。東條先輩、さっき私に着せたこれ、どうにかしてください。お願いします、東條さん。それじゃあ、2番と3番が洋服をチェンジ。いいね。2番と3番誰？おい。え？またお前らかよ。さすがに全部をチェンジは。だな。それじゃ、上着だけで。その代わり、明日そのまま大学に来ること。でも着てる服、全部じゃなくてよかった。ってあんま状況変わってないじゃん。あはは。明日恥ずかしいよ。はあ、結局今日もあゆみちゃんとの距離は縮まらずか。同じサークルでチャンスもあるのに、俺ってヘタレだよな。もっとあゆみちゃんのことを知りたいな。もう朝か。てかあれ？ここどこ？え？は？何よこれ、せいやくん？なんで？どうなってるの？わけわかんないわ。とりあえず、大学来ちゃったけど、どうしよう。よ、昨日の飲み会どうだった？あんた誰？え？いつからそんなに冷たくなったんだよ、せいや。共に DT で、妖精になった仲だろ？しまった。せいやくんの友達か。てか余計なこと教えないで。冗談だって。なんか、いつもより明るいな。さてはお前、好きな人と仲良くなれたのか？え、せいやくんってサークルに好きな子いたんだ。でも、特に目立った行動は。いや、普通に飲んで終わったよ。はは、それでこそせいやだな。てやべ、俺もう講義行くわ。あ、私、せいやくんが選んでる講義とか知らないじゃん。これって、どうすんのよ、これ。行くしかないの。ちゃんと着てるじゃないか。東條先輩。トイレ行かないのか？それになんだ、その呼び方。は女子にでもなったのか？実は。なるほど。つまりお前は今せいやではなくあゆみだと。あ、ちょっと手どけて。すいません。朝起きたら人格が入れ替わってたというわけか。そうなんです。もうパニックで何が何だか。早急に対策を考えるべきだな。はい。さっきの講義、いつもならあゆみは来てるけど見当たらなかった。ってことは多分あゆみになったせいやは今家の中だ。なんで来ないんですかね。いい思いをしてるんじゃないか。え、考えてもみろ。起きたら可愛い女子になってるんだぞ。健全な男子ならいろいろ考えるだろう。はいろいろって。そうだな。例えば胸を揉んでみたり、セクシー写真を撮ってみたり。あ、裸になってるかもな。いやー、もしかして興奮しちゃったらそのまま一人で。東條先輩。うん、行きましょう。急ぎすぎだろう。だって私の体で何されてるか。あった、お願い、無事でいて。私の体。え、何してるのよ。中を確認するぞ。お母さんですか。せいや、俺とあゆみだ。大丈夫か。東條さんとあゆみちゃん。来てくれてよかったです。一体何してたの？見ての通り、部屋から一歩も出ずに目隠しをして布団に潜ってたよ。いや、だからなんでよ。あゆみはせいやが大学に来てないから何か変なことしてるんじゃないかと心配になってたんだ。そうですよね。でも安心してください、何もしてません。トイレはどうしたの？あゆみちゃんのお母さんに手伝ってもらったよ。ものすごく気分が悪いふりして。でもそれ以外は本当に何もしてないんだ。でもなんで目隠し？それはその、好きな子の体になって、最初はすごくびっくりして、正直いろいろ考えたけど、勝手なことできるわけないって思ったから。え、せいやくんの好きな子って？俺ずっとあゆみちゃんのことが好きだったんだ。本当にどうしてこうなっちゃったかはわからないけど、もし戻らなくても何も見ないし、触れたりもしないからさ。だから信じ。え、ありがとう。ごめんね、疑っちゃって。そこまで思ってくれてたなんて、私嬉しい。あゆみちゃんとりあえずお前らその服脱いだら。あ、体冷やしちゃいけないと思ってつい。でもどうすれば。元通りに、あれ、え、戻ったよか。え、さっきは勢いで言っちゃったけど、俺本当にあゆみちゃんが好きなんだ。よかったら付き合ってくれないかな。うん、よろしくね。ほんと？やったー。で、すいません。また東條さんの前で変なこと。あれ、いない。気を使って帰ったのかな？またお礼言わないと。もしもし？
実験成功です。予定通り男女が入れ替わり、目の前で服を脱げば元通りになりました。面白いデータも取れたんで、また送ります。そうか。若返ることができるヤングスーツに続いて、人格を入れ替えるスーツまで。やはり君は天才科学者だね。それにしても、よくそんな実験に協力してくれる子がいたね。たまたまですよ。俺は運がいいんでね。